豪雨などによる水害が発生しやすい梅雨の時期を迎えるのを前に、三木市で水防訓練が行われました。それでは第3次訓練開始。よし、よし。水防訓練には三木市消防署の隊員およそ30人が参加しました。この訓練は梅雨の時期を前に、洪水や土砂災害などの水害から市民の命を守ろうと実施されたものです。今日は堤防から水があふれるのを防ぐため、土のうを積むなど消防隊員たちが協力して訓練に取り組み、水害を防ぐための技術の向上を目指すとともに警戒意識を高めていました。大雨が降ってきますと、やはり気象情報をまず確認していただきたい。その後雨が降り始めますと、まあ、家族で避難場所に避難したらいいかどうかということを確認をしていただきたい。この水防訓練、明日は三木警察署と合同で実施されるということで、三木市では梅雨に向けて万全の体制で備えたいとしています。